はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日はえ、今月もね、今シーズン活躍中の選手が登場だということで、えフォーカスのプレイヤー第4弾が本日から登場してますので、こちらのグレード85以上全選手徹底解説やっていきたいと思います。はい。え今回の動画、パート1ということで、1本目の動画になります。 ちなみにね、このフォーカスドプレイヤーの登場時期なんですが、8月の10日から9月の12日までとなっておりますので、この期間にね、ぜひ皆さん欲しい選手、しっかりと狙ってね、まあお気に入り券がね、仕留みやすいとい言われてますけど、まあでもガチャとかからもね、全然可能性あるし、まあライブ走ったりとかね、まあいろいろあると思うんですけれども、ぜひね、いろんな方法を駆使して、ぜひね、えー、手に入れてほしいなというところで、今回はね、この動画、えー、個別に徹底解説やっていきたいと思います。 まあ、いつもね、えー、限定登場時にやってることなので、もうお馴染みの企画になってますが、まあ、一人一人ね、まあ、能力値とかスキルとか、ボナセンとか、そういったところをしっかり見た上でね、えー、しっかりとその選手の評点をつけていこうというね企画になっております。ので、えー、今日もね、最初の6選手やっていきたいと思いますので、よかったらよろしくお願いします。はい、ということでね、えー、早速中身に入っていきたいんですが、 まあそうね、登場選手パッと見た感じだと、うん、なんかね、まあ後ろ目かな、やっぱね、ストライカーがまああるんでね、まあまだまだちょっと後ろ目かなってなってきたときに、結構ね、まあいろんな選手が、まあグレード上がって出てきたりとか、 もしくはね、まあ、レギュラー登場がない選手とかもね、何人も入ってきたりとかしてるので、まあ、そういった意味ではね、結構貴重な、まあ、レギュラー追加とかがあったら追加されそうな選手もね、中にはいますけど、まあ、結構貴重なカードに、ね、なってくるんじゃないかなというところで、まあね、評価楽しみにされてる方もいるんじゃないかなと思います。まあ、マスメディアということでね、来米、まあ、結構、あのー、どこを目指すかにもよりますけど、まあ、結構大変だったりするんで、まあ、ぜひね、各々、えー、身の丈に合ったね、報酬をぜひね、狙えるように頑張ってください。 さあ、ということでやっていきましょうかね。じゃあ、まずなんですが、今回のフォーカスドプレイヤー第4弾登場に伴いまして、タクティカル褒めがね、なんと登場しておりますということで、こちらを確認していきましょう。はい、ということで、タクティカル褒めの 451A の T1 ということで、最初のタクティカル褒めかな ?T1 弾でね。はい、初めて出たんじゃないかなと思います。まあ、こちらね、えー、さっきの通りということで、えー、書かせていただいてますが、ちょっと読み上げますと、 えー、ワイドに配置されたミッドフィルダーとアンカーを、えー、中心かなえー、っと、起点かなちょっと見にくいですけど。<laughs> 多彩な攻撃を仕掛ける戦術となっておりますね。はい、まあ。そういったものらしいですね。はい。まあ、ということで、どっちかというと、まあ、説明文見る限りは、もう攻撃に結構重きを置いてるように見えるんですが、意外とまあ、守備もまあまあまあ、それなりにやれると思うんですけど、ただちょっとワンボラなんでね。 ま、ここがちょっと気になるところではあるかなと思いますね。はい。まあ、ここがどう影響するかというのはね、まあ、使ってみないとわかんないですけど、まあ、想像の範疇だとちょっと守備で苦戦しそうな気もしますが、まあ、それを凌駕する攻撃力があればね、うん。まあ、なんとかなるんじゃないかなというところもちょっとあるんじゃないかなと思います。で、タクティカル褒メをちょっと見ていきますと、えー、ディフェンスね、ここがオールで1.1から5%アップね。まあ、マックス5%上がると。まあ、これ結構でかいですね。はい。 で、センターフォワードのオフェンスが5から10。で、えー、あと気になるとか、まあ、EP もありますね。これクラちゃんだったらここに振りたいですね。トップ下ね。はい。で、あとはま、ボランチのスタミナ、えー、センターバックのディフェンス、キーパーのディフェンスということで、タクティカルはどっちかというとディフェンス寄りですね、これね。はい。ということで、まあ、 うん、なんたかんだ攻撃なこと書いてあるけど、タクティカルはディフェンスよりというね。まあまあ、守る、うーん、まあそうね。さっき言ったあの、ワンボラのとこがちょっと気になるぐらい出ますね。フォーバック組めてますし、まあ、使ってみないとなと思ったとこですが、まあぜひね、気になる方はね、えー、ゲットした方はぜひね、タクティカル振って使ってみてはいかがかなと思います。まあおすすめはやっぱオールに振るのとセンターバックゴールキーパーのディフェイか、まあそうね、まあディフェイ振ってるんで CF のオフェンスに1個振って、 とかでもいいんかなうん。まあ、均等に振るっていうやり方もありますけどね。まあ、ただ、振るところはオールとセンターフォワードとセンターバックゴールキーパーの4ポジかな。で、クラチャンガールんだったら、まあ、トップ下の EP ぐらいかなと思いますね。はい。ここは優先的に振りたいところじゃないかなと思います。 まあ3つに5振ってもいいし、まあ例えばオール5振って、まあセンターバックディフェンスで2、3とか振って、で CF に5振るとか、まあそういったやり方もあると思うんで、まあ上昇幅見ると、まあセンターバックとゴールキーパーには振りたいとこなんで、まあオールとセンターフォワードでちょっと使い分けるか、もうどうせならもうディフェンスだけとかで、まあセンターフォワードのオフェアはくとかね、まあいろんなやり方あると思うんで、まあちょっとね、ここの振り方によってね、もしかしたら褒メのね、良さ変わると思うんで、 まあちょっと確かめないとなんとも言えないですね。まあいろいろ振り方はあるんじゃないかなと思います。はい。ということでね、ここからなんですが、個別のね、選手評価に入っていきたいと思います。じゃあまずね、選手評価の基準を先に説明させてください。こちらです。はい。この動画の評価についてなんですが、スキル能力値総合の3項目を1から10の10段階で評点付けをします。 で、またですね、一人一人上記の項目をもとに、またね、スキル能力値等を見た上で細かい評価をそれぞれ出していけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ早速ね、一人目からやっていきましょう。まず一人目の選手はこちらです。はい、え北海道コンサドーレ札幌の菅野隆則選手です。菅野選手、スキル10、能力値が9、総合10で評価しております。はい、ここ早速の10評価になりましたが、見ていきましょう。 ま、まずスキルいいっすね。まあ、シュートセーバーがあるっていうのは、ま、もちろんのことなんですが、1対1の集中力と制空権をしっかり持ってる。この組み合わせが最近本当に増えましたけど、これ結構でかいんでね、3種揃ってるって。例えばの話、じゃあ、間合いがなかったらどうなるかっていうと、ボレーを食らいやすくなるし、当然ね。で、ボレーじゃなくても、フラスラ上げられた時に処理しきれなくて、まあ、足元に収まってズドンとかもあるのをちょっと防ぐ役目、役割があると。 で、ま、あ制空権に関しては、ま、あセンタリングとかですよね。ま、あコーナーキックとかでもいいんですけど、弾く役割がしっかりあるんで、まあ、そこも押し込まれ防止とかに増えるね、なるんで、ま、あ言うて、どれもね、ま、あ形は違えど失点を防ぐという意味ではね、全部役割的には、ま、あそこに、えー、一直線に行ってるものなので、ま、あそれぞれのね、えー、方面で活躍できるスキルなので、ま、あキーパーだったら今のこの3種持ってるのが結構理想かなというところで、ま、あスキルは10出していいんじゃないかなと思います。 で、能力値がね、これ9にしてるんですけど、まあ、ほぼ10に近いです。まあ、今の僕の基準としては1600超えてボナセンディフェだったら10にしようかなと思ってるんで、まあ、そこをちょっと超えてないだけであってもほぼ10です。はい。なので一応9にはしてますけど、まあ、ほぼ10です。で、総合的にはま、間違いなく10の評価でいいと思います。はい。ということでね、まあ、フォーカスのプレイヤーの良さ出てますよね。まあ、ボナセンがディフェついてるんでリーグで使うってなった時に、このボナセンディフェ、しかもプラスですからね。ピックアップ、菅の選手ね。はい。 ということで、まあ、これもね本当に大きい。まあ、特に札幌とかね、ね、まあ、現所属のチームのクラブリンク発動したらまあ10%上がるんでね、ねそれだけでもね。でプラスえ、ブーストプラスの影響とかもあって、総スてでね300上がるんでね、ね50ずつね、50×6 でね。まあ、そういうのもすごくでかいんで、まあ、本当にここ狙ってる人多いんじゃないかな。なかなかでも札幌の多分ゴールキーパーが、そもそも多分菅野選手がシュートすれば初めてだと思うんで、まあ、結構、純正とかそれこそやってる人とか。 まあ札幌で結構お気に入りね、クラブ引いたりとか、まあクラブリンク使ってる人とかからすると、ここは欲しいんじゃないかな。よっぽどね。うん。まあ僕も今回村上くん狙おうと思ってるんですごく気持ちわかりますけど、こっちの方が豪華なんでね。 はい。ぜひね、あのー、狙ってほしいなと思います。まあ、当然、あの、クラブリンク反応なくても、まあ、菅野選手って結構レギュラーとかで出ても85付近とかなんで結構重ねたりとかしてね、まあ、いいセンス持ってる人もいるんじゃないかなと思うんで、ここ狙い時かなと思いますね。はい。まあ、やっと菅野選手もね、評価されてここまでのカードが出てきたということで、まあ、ベテランの選手なんでね、これ以上のカードが今後出ていけばいいんですけど、まあ、ちょっとね、 なかなか、まあ、上の方を期待するっていうのは難しいね、ところになってきてるかもしれませんので、まあ今のうちに絶対狙っておいた方がいいと思います。はい。じゃあ二人目の選手見ていきましょう。こちらです。はい。鹿島アントラーズのディエゴ・ピトカ選手です。ピトカ選手はスキル10、能力値が9、総合10で評価出しております。 はい、ここも2連続評価10ということで、今回のね、フォーカストプレイやべえんじゃねえかっていうね <laughs>、感じがしますけど、はい、忖度してるわけじゃないですけどね、完璧だと思います。 スキル構成に関しては、はい、ここ中盤の狩リウドダイナミックインター、もう文句ないですね。はい。で、スペースへのフィード、これ、フィードをね、僕結構使ってみたんですけど、トゥーリオ選手で、まあ、やっぱり普通のピンポイントフィードよりも、まあ、例えばウィングの選手とか、日本3 3ビートとかだったら飛ばしやすくなってたりとか、まあ、距離が出るというか、まあ、結構チャンスメイクの意味でも、このフィードが生きる場面があったので、まあこのスペースのフィードっていうのは、まあ、普通のピンポイントフィードよりも価値は高いと。 個人的には思ってるので、まあ、このスペースへのフィードもちょっとキーになるかもしれませんね、ポジション的にね。はい。ということで、まあ、ここ10でしょう。で、能力値に関しては、まあ、ここもさっきの、まあ、あれなんですけど、まあ、氷点の問題で9にしてますけど、まあ、ディフェンチもね、中盤の選手で1450ですね。ありまして、モナセンディフェプラスなんで、まあ、文句ないと思います。 でさっきのすげーの選手のところで言い忘れましたけど、プラスがつくとね、もうワンランクぐらい上と見ていいと思います。まあ、ただピッツカー選手は1450なんで、プラスがついてもまあ、9かなって感じはしますけど、うん、まあ、十分だと思います。で、総合的には10の評価で、はい、出しております。もうここも正直文句ないかなっていう <laughs>。特に言うことないかなっていう。まあ、すごいね、あの、整ってて。まあ、中盤ね、まあ、 そうね。クラチャンでもなんなら別にいけますしね。中盤のカリウド裏50あったり、ダイナミックインターセプトがね、裏30あったりとか、はい、するんで、まあそういう意味でも稼げるんでね、このカードね。まあなんなら EP に寄ってるんだったらクラチャンでもいいと思うし、まあリーグに寄せたいんだったらまあね、ディフェッドか、まあスキル強化も結構役割でかいかな。2つ強化されるんでね。まあそういうところに、まあ重きを置いて、まあセンス付けとかを頑張ってみると、まあ本当にもう一角担うぐらいのカードに間違いなくなると思います。 まあ、グレードが高い分ね。うん。まあ、中盤の選手のリフェッチ高い選手ではないんですけど、まあ、高く設定されてる方だと思うんで、で、あと他のステータスも結構高めなんでね、まあ、厚さは結構出るんじゃないかなと、中盤で使ってあげるとね。はい。ということで、ここ期待大だと思いますんで、ぜひね、当たった人は気を考えてみてください。はい。じゃあ、続きまして、3選手目見ていきましょう。こちらです。はい。柏レーソルの豊島幸郎選手ですね。はい。 豊島選手ははスキル8能力値6総合7で評価しております、はいちょっとばらついた評価になりますが、見ていきますと、まずスキルがオフェンスブレイク、キラーパス、パスカット、悪くないんですが、まあ、急にするにはちょっとハードルが高いかなっていう、まあでも組み合わせはいいと思います。まあ、役割はしっかりしてて、オフェンスブレイクでタックルしてボールを奪って、そこからパスして上につなげていくっていうね、もう簡単な、わ、えーまあ、かりやすい。うん カードになってますが、まあ、やっぱ C のパスカットがね、まあ、ディフェンチとの兼ね合いとかもあるんですがこれがちょっとねなかなか役に立ちそうかなというところを踏まえると、まあ、8かな、うん、8が妥当だと思います組み合わせ的には9出しても面白いですけどねはい悪くないと思いますが、まあ、8でしょうねはいで能力値がここディフェンチがね高くないんですよねしかも攻撃になぜか寄っちゃってるんかなまあイーブンぐらいか真ん中ぐらいか というところで、これもうちょっとディフェ側に寄ってくれてたらもうちょっと評価出せたかなって感じがします。あ、それか、せめてボナセンディフェかとかね。まあ、スタミナも悪くないですが、まあ、スタミナよりもちょっとディフェ値を補強したかったなというところで、まあ、6ぐらいの止まりかな。まあ、5か6だろうね。まあ、6にしときますか。はい。で、総合的にはまあ、間取って7の評価にしてます。 まあ、とはいえですよ。まあ、能力値がちょっとね、えー、難しいとこありますが、まあ、スキルはまあ、悪くはないので、まあ、特に AB はね、まあ、組み合わせとしては、まあ、可能性はあるので、まあ、ただね、うん、まあ、どっちかというと、ボランチ向きでもないし、まあ、トップ下向きっちゃトップ下向きなんですけどね、トップ下か CMF ぐらいかな。まあ、トップ下でも悪くないですけど、うん、まあ、結構ここら辺のポジションもね、結構いい選手出てますからね、なかなかちょっと他の選手と比較すると、 ま、若干物足りなさやっぱあるでしょうね。うん。まあ、正直なとこね。はい。まあ、ただ、オフェンスブレイクー,カーキラーパスという組み合わせに関しては、ここはね、役割は果たすことができる可能性十分にありますので、まあ、このパスワーとしての役割をとりあえず果たしてほしいぐらいだったら、まあ、この状態でも入れてもいいんじゃないかなとは思います。ただ、最終的なガチ面とかに残れるかっていうと、ちょっと厳しいかなっていうところの判断かなと思います。はい。じゃあ、続いての4選手目見ていきましょう。こちらです。 はい FC 東京の阿部修斗選手です。阿部選手はスキル9、能力値が8、総合9で評価しております。はいここ見ていくんですけど、まずスキル構成がトルクモーター、インターセプト、フィードということで、まあいいですね。はいトルクモーター、非常に評価できると思うし、まあ、インターセプトもしっかり持っていると、まあ、ここは9の評価ははい十分に出せると思います。で能力値が、まあ、ディフェンチ、ここも高くなくて1200台ですが、ボナセンディフェあるんで8の評価はつけておきたいなと思います。 で、総合的には9の評価で、はい、出しておきたいと思います。で、ここ総合9になったのはやっぱスキル構成の良さかな。まあ、こういう選手って結構出てくるんですけど、やっぱの、とりあえずあと能力値とかスキル強化とかして、まあ、厚さを出すことが大事なんですよね。まあ、基礎は、まあ、能力値はちょっと足りないにしても、まあ、スキルとかしっかりいいんで、あとは仕上げ方によっては全然、まあ、クラブリンクとか、それこそね、まあ、FC 東京とかで、まあ、クラブリンク発生させてる人からしたら、ちょっとハードルはね、低くなってくるんですが、 まあ、上げやすい、まあ、選手ではあるかな。まあ、これまでいろいろカード出てる選手でもありますし、まあ、的にも結構いい餌サ持ってる人がいてもおかしくないし、まあ、チャレマ集会とかでもね、対象になってた選手。まあ、今でもどうかな安倍選手は対象かななんか対象っぽいですけどね。はい。ちょっと把握まではしてませんが、まあ、多分松木選手が落ちるぐらいだから落ちるんじゃないかな、安倍選手もね。ということで、うん、まあ、どうかなっていう。まあ、落ちるんだったら仕上げやすいんで、まあ、ここは狙い、まあね、あの、ゲットしたら狙いに行ってみても、 いいかなキラとかクラブリンクとかうまく反応させたりとかボナセンディフェ以外のセンスのところでスキル強化だったりとか、まあ、ディフェセンスとかをつけた時に、まあ、輝けるんじゃないかなというところで、はいえー、期待を込めて総合9にしておきたいと思いますただ、まあ、この総合9というのは、まあ、条件付きかなそういう能力値がもうちょっと上がってきた時に、まあ、910ぐらいの評価は出せるんじゃないかなというところで見てほしいなと思います。 ま、使うんだったらディフェンチ上げたりとか、まあ、ここはスキル強化つけたりとか、しっかりと、えー、取り組んでいきたいところであるかなと思います。はい。では、続いて5選手目見ていきましょう。こちらです。はい。川崎フロンターレの大島良太選手です。大島選手、スキル8、能力値が8、総合8で評価しております。 はい、ここ見ていくんですけど、まずスキル構成がね、まあ、ちょっと重ためかなまあ、パッサー、まあ、バイクとパッサーいいですね。で、チップパス、フィードということで、これ使うんだったら CMF 一択か、まあ、トップ下で使うかなんすよね。うん、まあ、CMF が一番全部活かせるんですけど、まあ、多分トップ下がいいだろうね。うん。ってなった時に、まあ、パッサーの役割を果たせるんでいいんですが、うん。だからそこで良ければ。 はい。いいと思うんですけど。まあ、ただ9はつけすぎかな。ちょっとパスが重いね。まあ、例えばこれ、チェーシングとか、まあ、タックルとかがあったらな、もうちょっと使いやすかったかなって感じがしますが。まあ、でもこのパサーのとこは変えるので、まあ、一応8にはしてますが、まあ、そういう目で見ると悪くはないと思います。はい。で、能力値に関しては、まあ、ここは8ぐらいが妥当すかね。うん。で、総合的にも8の評価で出しております。はい。まあ、ここはもう、そうね。うーん。<laughs> ちょっと攻撃に振りすぎてるんで、もうトップ下で思い切って使うぐらいしかないかな。CMF でもちょっとあれですもんね。ディフェンスできないからね。うん。まあ思い切ってトップ下でしょうね。トップ下でパサー目当て。まあもしかはチップパスでボレー持ってる選手とか CF とかに持ってるんだったら、まあそこの角度ついた時に出せたりとかするんですが、B 褒めだとね、あんまチップパスが生きないと思うんで、B ホメ以外、例えば A ホメとかの方がもっとチップパスは生きるんで、大島選手を生かそうと思えばそっちの方がいいんですが、 まあ、ただ全体的なね、バランスとか考えると B のが強いんで、もうパーフェクトパスワー1本ぐらいの気持ちで、まあ、トップ下で使うんだったらなしではないかな、ぐらいの評価だと思います。まあ、サイドとかできるとね、サイドハーフとかできるともうちょっとこの良さ生かせたんじゃないかなと思いますが、まあ、ただ一番生かせないといけないのはパーフェクトパスワーですからね。まあ、そういう意味ではトップ下で十分、はい、いいんじゃないかなと思います。ので、まあ、パスワーとして、えー、トップ下をね、求めた人が、ままあ、求めていた人が引いたのであれば、 ちょっと試してみる価値はまあなくはないかなと思いますね。はい。じゃあ最後、6選手目見ていきましょう。こちらです。はい。横浜 F ・マリノスのエドワルド選手です。エドワルド選手、スキル10、能力値が9、総合10で評価しております。はい。じゃあここ見ていくんですが、スキル10ね。はい。ここも素晴らしいと思います。タクティカルインターセプト、ガーディアンね。これはもう、あの、スティールの上位の上位、プラスガーディアンなので、まあ、タックルの上位かな。はい。 という組み合わせ。で、プラススペースへのフィードということで、ここはもう10で文句ないかなと思います。で、能力値に関しても、まあ、ここは一応ギリ9にしてますが、まあ、ここもさっきの杉野選手とかと一緒なんですけど、まあ、10に近い9と思ってください。まあ、あとピックアップ選手なんでクラブリンク反応するともう10評価でいいと思います。で、総合的にはここ10の評価で、はい、出しておきたいと思います。はい、ということでね、今回、いいですね。<laughs> いいっすね。だからまあ、フォーカストプレイは結構やっぱいいからね、上の方は特にね。うん。 はい。まあ、このエドワード選手も、まあ、センターバックとしてはトップクラスかな。うん。まあ、正直ベストイレブンとか、僕のやってるベストイレブンに食い込んでくる可能性十分にあると思うし、まあ、やっぱりスキルバランスも良くて、まあ、ボナ戦も良いっていう選手はなかなか価値あるんでね。うん。まあ、これを仕上げたりとかできると、まあ、1年はセンターバック2年ぐらい困んねいんじゃねえかな、ぐらいのね。はい、強さがあると思います。まあ、より仕上げるんだったらね、まあ、キラにするとか、まあ、そうね。 まあセンスをね他の3センスしっかりつけていくとかまあそういうとこまでできたらもう文句ないですねまあ文句ないというかもうそれ以上がないんですけどまああとはもうセンスロットねレベル上げたりとかいろいろあると思うんですがまあ完璧に仕上げたいですよねこういうカードはねはいもう一目散にぜひねスパイクとかもしセンスついてなくてもまあねもう本当に手塩にかけて育てたいですよねこういうカードはねはいということでまあ本当に当たり中の当たりだと思います はいということで、6選手評価終わりまして、今回のパート1の選手評価は以上となりますので、この動画もここで終わりとなります。まあ、今回ね、振り返ってみると、まあ、10評価つけた選手、19、10という評価つけた選手が3人います。はいということで、まあ、このパート1、半分以上が10だったわけなんですけれども、まあ、質の良さがうかがえるかなというところと、であと、豊島選手とかね、まあ、大島選手とか、まあ、安倍選手もそうですけど、まあ、スキルコースは別に悪くはないんで、まあ、良さはあるんでね、その良さをどう活かせるかというのを考えたときに、 自,ずとまあ、自分がどこで例えば使いたいってなった時にどこで使えばいいのかというのは見えてくるんじゃないかなと思いますし、まあ、その選手をよりよくどう使えばいいかというところで能力値がちょっとねあの上がればなという話を阿部、まあ、選手のところで特にしましたけど、まあ、そういうのを仕上げてあげるとよりねあの良さが光る選手も当然いますので、まあ、そういった選手たちをよりよくね使っていこうとした時きに、まあ、どういうことが必要かというのもね考えていく必要があると思います。 ま、今回あくまでね、このパート1に関してはすごくね、感触いい評価になりましたが、このパート2以降ね、どうなるのかっていうのをね、またね、先週評価、楽しみに待っていただければなと思います。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。